年です。生年月日は1992年の6月の8日です。今27です。佐賀県出身で今は三重で活動しています。海外行っても旅行もな観光も何もしないんで。あでもいつも練習に行ってるクロアチアとかは好きですし、やっぱ綺麗なところはいいですね。クロアチア綺麗なのと結構過ごしやすくて快適なところがいいです。あウェイマスじゃなくてウェイマスの方はまだ食べれたんですけど、上のスコットランドの上の方はきつかった。最終的にフィッシュ&チップスばっか食べてます。父親にちょっとやって父親とまずクルーザーとか一緒に乗ってて、で父親がよっとやってみないかということでリンギの方に、でそれが始めて、その始めるきっかけですね。でずっとやっていく中でオリンピックを意識し始めたのが、やっぱり高校卒業するときに進路どうするかっていうことを考えてたときにオリンピックを目指す。そこまではずっとその楽しみとか趣味としてやって、まあ、自分の中で やれる選択肢の中で体格とかいろいろ含めてレーザーが一番っていうのと、広島の印象はやっぱり風がいい風が吹くっていうのと、ものすごいうねりがあったりちょっと独特の海面があるので、まあ、乗り込んでいけばその分慣れてない海外選手には勝てるのかなっていうのはあります。で元々ロンドン終わって一時神奈川の方には住んでて、とても住みやすくて自分は好きな場所です。ロンドンから始まってリオ、東京と目指してきて、やっと出れていろんな方に応援してもらって、それがこういう形でオリンピック行けるという形になって本当に嬉しいしホッとしてます。そうです、いろんな選択肢がある中でやっぱり自分のレースをしっかりすれば順位は絶対上がってこれるという自信もあったので、そこで変なことを考えずにいいレースをしようというのを心がけてました。やっぱりリオ終わったすぐのその予選最後のアブダビのすぐはもうって思ったんですけど、やっぱ東京に向けてその休んだらやっぱレベルが下がって、もともとそのオリンピック行けるか行けないかぐらいなのにっていうので、そういう気持ちを切り替えて向かってきて、リオの時ダメだったことを反省してこの東京に向けて行かせたかなと思いますでもそこはもうレーザーやってるの時はずっとそういう感じなのでないですかね。そんなに気にならない。やっぱり今の状態だと多分オリンピック出ても一番土辺の方を走ることになってしまうんですけど、もうもっと練習してやっぱトップ連中と戦ってメダルやその入賞っていうのを目標に頑張っていきたいと思います。お疲れ様ぐらいですか、よく頑張ったねとかそういうことですか。応援ありがとうございます。なんとかそのロンドンからリオと東京と来ていろんな方にお世話になって、それをこういう形で返せたことは嬉しいですし、でもまだその東京って決まっただけで これからもあるので、また練習を頑張ってそのもっといい報告ができるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。